どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はロビンを使ってみて感じた強みについてまとめていきたいと思います。バフが多かった調和キャラなので期待も大きかったなと思いますが、実際に使ってみると扱いやすさのイメージが違うという方も多いんじゃないかと思います。改めてロビンの何が強いのか、またどういった使用方法がいいのかも紹介していきたいと思います。あと今回は動画の最後に模擬宇宙で負荷ダメージのチャレンジをしています。まあ、そちらも気になる方は最後まで見てもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは早速始めてみましょう。まずロビンの特徴として絶対的に押さえておきたいのは、追加攻撃キャラを強化するという点ですね。まあ、これはどの動画でも言われていることなので知っている方が多いんじゃないかなと思います。まあ、これに関してはね、当たり前すぎますが、使えば使うほど相性の良さは際立ってきます。しかもバフの性能は追加攻撃のダメージアップはもちろんですが、その幅の広さも相性が良くなっているんですよね。さらにロビンは味方が攻撃をするたびに EP が回復する性能があるため、効率よく必殺技を回すなら追加攻撃キャラと相性が良くなっています。ロビンは追加攻撃キャラに対して強化するだけでなく、追加攻撃キャラの特徴となる攻撃回数の多さとも相性がいいため、お互いの効率が伸びるようになっています。調和のキャラは周りの性能を伸ばすことが多かったんですが、組ませることで自身の性能をさらに伸ばすことはあまりなかったのかなと思いますね。このあたりはロビンには初めてなんじゃないかなと思います。そういった相乗効果もあるキャラ強化となっているので、非常に強い部分なのかなというところですね。だからなかなか変えれないっていうのはあるかと思います。続いての特徴ですが、どの編成にも組み込みやすいっていうのが強い点となります。ロビンに関しては追加攻撃編成と相性が良すぎるので、最大限活かすなら追加攻撃編成でしか使えないような感じがありますよね。ですがバフの種類は攻撃力アップ、会心ダメアップ、余ダメアップと数が多く、どのアタッカーとも相性がいいものが揃っています。もちろん数値も高水準なので非常に強力なところがありますね。そのため攻撃力が必要な持続パーティーをはじめ、ゼーレや渓流といったアタッカーと組み合わせてさらに火力を上げることが可能となってます。まあ、ロビンの最適っていう部分だけを見てみると、偏った調和キャラっていうところになります。まあ、これは追加攻撃編成があるからですね。なんですが、そもそも大量のバフをばらまけるキャラなので、他の編成でも使える大量のバフを持ったキャラと考えると、かなり編成の幅は広がるっていうのがあります。追加攻撃編成が最適って言ってますが、最適なだけで他に合わないっていうわけではないんでね、ここら辺が考え方が重要かなと思います。続いてはダブルアタッカー適性が高いという点です。ダブルアタッカーで言うと渓流、ジンの組み合わせなどが扱いやすいかなと思います。その他にも読みカフカやアルジェンティクラーラといったいろんなものを試してみましたが、バフが全体にばらまけるため非常に戦いやすかったなっていうのがありましたね。もちろん残り1枠に関してはキャラをちゃんと選んでうまくコントロールするっていう必要性はありますが、ダブルアタッカーを使用する際のバフバリエのもどかしさはなくなって、非常に強い部分になるかと思います。命運とかで考えるといいんですが、単体へのバフしかないですからね。またブローニャや花火といったスキルによるバックバリの場合、単体のアタッカーとしか相性が合わないっていう風になっています。他に配る余裕がないっていうところですね。ですがムワンやロビンなどのように全体に対してバフの恩恵を配れるのは、ダブルアタッカーの性能を伸ばす上ではありがたい性能なので、適性が高いっていうところがあるかと思います。なんだかんだ虚構叙事の適性が高いっていうのがありますからね。この後やっぱダブルアタッカー適性が高いのもあるんじゃないかと思います。続いて負荷ダメージで火力補助ができるという点です。これはアタッカーに対しての恩恵でもありますが、ヒーラーのようなサポートキャラに対しても火力の補助ができるという点で特に評価ができます。まずヒーラーやその他のバッファーなどは役割を果たすために火力の面では全く貢献することができません。まあ、これは育成する段階でステータスをそういう風に振るからですね。そのため通常攻撃で SP を稼ぐにもダメージは出ないので、本当に補助担当っていう感じになります。ですが高難易度や敵が強い場合は多少のダメージが出てくれると、それだけで敵の殲滅が早くなるため、チーム全体でターンの節約っていうものができていきます。アタッカーだけでなく攻撃要因じゃない味方も火力の底上げができるようになるのが非常に強力な部分となるんですよね。
単純な話になりますが、ヒーラーが一発1000ダメだった場合、ロビンの負荷ダメージが発生するとプラス1万となるわけですからね。この差はかなりでかいかなと思います。まあ10倍になるわけですからね、場合によっては。なのでバフ以上の火力貢献になりかねない部分になるので、ロビンの強い部分と言っていいかと思います。はい、ということで、まあロビンの強みに関してはね、こんな感じになります。で、ここからはちょっとダメージチャレンジをやっていきたいと思います。まあどのダメージチャレンジをやるかっていう話なんですけど、今回はロビンの負荷ダメージですね、どれくらいダメージ出るのかなっていうね、のをやっていきたいと思います。個人的にはね、5万超えたらいいなと思ってて、ちょっとね、抗炎水とかこの異物関連とかがね、厳選がしきれてないので、どうかなと思ってるんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。では早速平和の代価が出たんでやっていきましょう。これがね、出ればね、もうほぼ勝ちみたいな感じになりますので、早速ね、飛ばしていこうかな飛ばしていきたいと思います。はい、ということで準備の方ができました。まあ結構ね、サクサクいきましたね。なんだかんだ途中のボスもやっぱ追加攻撃とかの編成は強くなったな。ロビンとルワンでね、ちょっと違うなーって改めて感じてるところです。昔からトパーズは使ってるんでね、こんなにダメージ変わるんだっていう感じでちょっと楽しかったんですけど、まあそれがどれくらいになったのかっていうのは今回ここからお見せしていきたいなと思います。で、今回はスウォームで遊びましょう。まあスウォームちょっと弱点的にはね、レイシオとアベンチュリンでどうにかできるかなと思ってるんで、トパーズのね、火力とか、あとはロビンの負荷ダメージがどれくらいいくのかっていうのを見たいと思います。まあ、ここら辺はね、祝福とかはさらっと流しておきますので、気になる方は何を選んでるか見ていってください。で、今回なんですけど、壊滅を中心に取ってます。やっぱ攻撃力バフを取るのが大事なので、壊滅でうまいことコントロールしてます。まあ HP が減ると、その分繊維をゲットしたりとかありますので、攻撃力を上げる要因になるかなと思います。その他はね、人生削りとかね、そのあたりうまくコントロールしてるって感じですかね。で、今回、ヨダメに関しては、配信ダメージが反映されないので、こちら、2型全体ヨダメアップ 16%、こちらだけを使ってます。なんですけど、これ反映されるのかなっていうところなんですよね。多分、後で数値見た感じ、そこまで反映されてない気がするので、気にしなくていいかもしれないです。では、早速、やっていきましょう。まあね、エンドコンテンツやけどね、サクッといいダメージが出るんじゃないかな。てか、逆に倒しきるんじゃないかという心配もしてる。では見ていきましょう。早速アリアだね。さあ増えました。あ、硬いね。さあトパーズ、まずはスキルでも使ってみようかな。30万。でね、ちょっとね、今あれだね、早すぎてよく分かんなかったね。いつ出た？通常攻撃とかして見えるようにした方がいいのかな。結構ね、追加攻撃編成ね、画面ごちゃごちゃしてて、ロビンの数値見るのが大変なんだよね。結構追うの大変。なんで、まあ、まだね、歌ってはないんで、必殺技発動しないんで、見ることは大丈夫かな。まあ、見えなくても大丈夫だと思うんだけど、ちょっと今のうちに目はね、鳴らしとかないとね。まあ、実際にダメージ見るときは倍速落としてやりますので、ね、まあ、こんくらい出るんだっていうのを見てもらえればいいかなと思います。でちょっとね、早めに貯めたかったんでね、ここはわざと使ってます。使う必要はないんですけどね。ああ、もう終わった。第一形態終わっちゃった。ああ、こっからだな。まあまあ、周りの雑魚処理しながら、しっかりとね。さあ、またトパーズですね。あ、スキル。やばいんだよな。50万出てたな。あ、来た。これで必殺技使えますね。いいよね、この曲ね。さあ、トッパーズの攻撃力見てみましょう。7000ぐらいかな。だいたい7000ぐらいで、競争の効果として攻撃力が1300上がってます。まあ、これが負荷ダメージどれくらい出るかだね。まあ、ロビン自体は、約、7000ぐらいかな。7000弱だね。
今出た？もうわかんないんで、これ通常攻撃してみようか。ちょっと出たね、今ちょっと出たね。ダメージが白色のがあって7万6000出てたね。7万6000出てた。あーすごい、7万出るんだ。あのね、攻撃力3000ちょっと、まあ4000ぐらいの時1万ぐらい出るのよ、あの普段のロビンだとね。ってことはよだめちょっと乗ってるかもね。そんなに1万が7万か、7倍か。あーでも乗ってるか、そう考えると。あとやりたいこととしては、壊滅の運命っていうか使って HP を減らしたい。で HP 減らした時に全員のバフが大量につくはずなんで、攻撃力がもうちょっと伸びるはずなんだよね。今7000弱だったけど、多分8500から9000近く、うまいこといけば乗るんじゃないかなという期待はしてて、もう最終形態なんで。ただね、壊滅の、ね、倒しかねないからな。もう全員7000いってるからね。やばいよな。これがちょっと伸びるか試してみましょうか。怖いな、倒さないよね。よし、OK。これで、あー、だいたい8000ぐらい。お、出た出た。8481かな？おー、8000超えたね。いいね。で、競争のバフは1600と。あ、なんかアチープゲットした。この画面で確認すると、なんか10秒ぐらい効いてるとゲットするらしいっすよ。さあ、阿部ちゃんお願いします。なんぼ出る？見えないね。ちょっと待って、戻す戻す。ちょっと待って、もう一回見よう、もう一回見よう。85461かな。やばいよね、殴っても7万入ってるからね。もうわけわかんないな。あー、もう倒しちゃう倒しちゃう。あー、やばいやばいやばい、終わった。分身もさせないっていうね。いやー、なかなかでしたね。まあまあ、あのね、スターピースカンパニー使うとね、こうやってダメチャレで遊べるんでめっちゃ面白いんですけど、まあロビンの火力を例えば8000まで伸ばしたとしても、多分よだめアップとかの倍率入ってるから、もっと実際は低いんじゃないかな。あの実際のロビンはね、まだ低いんじゃないかなと思います。多分普段のロビンで3000ちょいの攻撃力で1万ダメ出るかなぐらいなんで、多分4000とか言っても1万5000から2万ぐらいとかね。まあでも5000、ホイール5000まで行っても2万出ればいい方かなと思うんで、模擬宇宙ではおまけ程度っていうところになるんじゃないかなと思います。まあ結構でも面白かったかな。意外とこれヒーラーで殴ったら普通に8万ってか9万ぐらい出せれるわけでしょ。それはそれでちょっと面白いなと思います。はい、ということでロビンに関しては以上となります。まあ使ってみるとね、思ったよりもいい部分があるのかなっていうところですね。そもそも編成で長所を組み合わせるのが大事なので、まあ、このあたりはね、補っていく必要があるかと思います。このバフの量を考えると汎用性が高いというのは非常に強力な部分かなと思います。もちろん SP 管理が難しいっていうところがあるかなと思いますが、やはり限定調は強いなという感じです。まあ今回紹介したね、強みはたくさんありましたが、まあこういった負荷ダメージもね、意外と視点を変えてみると面白い効果になるんじゃないかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。